豊洲市場の建物の下の土壌の安全性について、今日はお時間を頂戴いたしまして、私から、ご報告、会見をさせていただきます。これまで、新市場につきましては、まだ地下水のモニタリングが2年間の採水もまだ行われていないという話、これをずっとさせていただいてまいりましたけれども、いろいろな方面からの情報を頂戴をいたしまして、その中でですね、建物の下の土壌の安全性に問題があるのではないかとのご指摘をいただいております。そしてこのことによってですね、安全性もう一度改めて確認をしたいとこのように思いますし、またなぜそのような疑問が出ているのかについて、今日土曜日でございますけれども、さまざま確認をいまだにしている部分もございますが、取り急ぎ皆様方にご報告をさせていただきたいと思います。はい、すいません、フリーの記者の長尾と申します。4.5 メートル、掘削した上ではその盛り土もするということで、建物の下もですね、そういうふうな対策が取られるというふうに私、市場当局から聞いて、確認をしたところにこういうふうな報道がありまして、非常に驚いているんですけれども、その市場はずっとそういうふうに 4.5 メートル、掘削土を入れ替えて盛り土もするというふうに説明してきまして、でこれはちょっときつい言葉ですけど、都民をまあ騙したというふうなことにもなるんじゃないかと思うんですけれども、その点の責任をどうお取りになるのかということと、それからあと小池知事は前々回記者会見の席でお配りになった東京ウィーマン革命というご本の中で、革命は言ってない、失礼、東京ウィーマンズ、大作戦というご本の中で、築地でアスベストの問題なんかはあるんだけれども、それを取り除く工夫をしながら再整備するのがいいんじゃないかと。でその豊洲については、その職に関係ない、メディアセンターなどに使うのがいいんじゃないかというふうなお考えを示されているんですけれども、これまさしく今適用できるお考えではないかと思うんですが、その築地を再整備するようなお考えがあるのかどうか、以上2点お願いします。まず 4.5 メーター、2メーター足す 2.5 メーターやってきましたと言っていながら、ここの部分が建物の下の部分が抜けているというのは、まさしく間違った公開の仕方、情報だと思います。ここは真摯に反省をしながら、このような間違った情報を与えるなどということは、都政に対しての信頼を回復すると言っていることと、逆行するわけでございますので、この豊洲市場問題のみならず、全都庁の職員にですね、この点について当然のことなというか、あまりにも基本的な話なのでございますけれども、改めてそのことで粛清をしていきたいとこのように思っております。2つ目のご指摘でありますけれども、8年前に書いた時のその思いはですね、一般、普通の生活者、消費者としてそのように感じていたということ、それから土壌汚染については、やはり環境大臣の経験からですね、これまでもいろんな課題がございました、そういったことをベースにして私の思いを書いたものでございます。しかし、と同時にですね、今回この問題、課題については、やはり客観的な判断というのを待って、そしてさまざまな方法があろうかと、その答え次第ではね、あろうかと思いますけれども、最もワイズスペンディングな方法ということを考えていくべきだと思っております。